ちもアスファルトの道じゃないか。うわー、ここか。いやー、ひどいパワーが。怖えな。すごいな。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら伊勢ガニトンネルに来ています。ここはですね、愛知県豊田市ですね。豊田市で、三州街道っていう長野県からずっと南下してくるもう一つの脇道的な街道があったんですけど、ちょうどですね、ここを通って長野県で三州街道は終わるんですけど、この三州街道を通って、で皆さんどこ行くかといったら、基本的に旅行ブームの時はそのお伊勢さんですね、お伊勢参り行く時に、ここが最後の難関ということで伊勢神トンネルっていうのが書いてきました。で実際この下に、左下の方に新しい伊勢神トンネルがあって、でもう一個新伊勢神トンネルっていうのも建設中です。でここがよく YouTuber の方が遊ぶ夜に来る、トンネルなので、今日はここを走ってみたいと思います。いや私も一人だから昼間に来たんですけどね。じゃあちょっと走ってみましょうか。とりあえずですね、私はですね、ここをホラースポットと見てなく、この歴史的なトンネルとしてすごく興味があったので来てみました。はい、無事に抜けることができました。いや、アスファルトの舗装がもうボロボロですごく怖かったですね。で、もうここ行くと峠を越えてお伊勢さんまで一飛びだったみたいだったんですけど、本当に雰囲気がすごいですね。夜中にさすがに一人で行くのは怖いな昼間だったんで通れましたが、無事に通れました。まだこう整備されている感じは見受けられなかったんですけど、まあ、一応通れるようになっているということで、ちゃんと管理されているんだと思います、ね。裏側にも民家がありますからね。でやっぱなんでしょうね、よくわからない雰囲気も感じましたが、皆さんはどうだったでしょうか。ということで最後まで見ていただきありがとうございます。ということでバイバーイ。